おいしそう、こんにちは、メールです。今回は5200万ダウンロード記念スコアチャレンジ S ランクを目指せっていうことで、ね、S ランクをまあなるべく低い編成難易度で、クリアして取ろうねっていうことで、紹介していこうかなと思います。今回はバルキリシエル、一応無課金キャラ代表ということで、バルキリシエル指延長してくれるんでね、回復タイプ縛りです。で、編成は、こんな感じで、攻撃キラーをね、これはつけてあげたらいいかなと思います。で、聴覚性は神キラーがいいですかね。で、クルス、ちょっとガチャゲンになっちゃうんですけど、追加攻撃で、なおかつコンボ強化って、キラーでちょいちょい刺さるよっていう感じで、攻撃キラー3つぶり。まあ、ここは別にクルスじゃなくてもいい。コットンとか持ってればコットンの方がいいかもしれないです。で、悪魔キラー要員のシャゼル。で、シャゼル、まあ、水戸とかでも全然いいかなと思います。ちょっと悪魔タイプがちょろちょろ出てくるんで、悪魔キラーもちょいちょい欲しいです。で、新一の彼女に関しては、覚醒無効解除があれば何でもいいんで、一応編成難易度、あとレアリティですね、こいつ5なんで。で、こいつはエキドーナーは、まあ、無効貫通枠なんで何でもいいです。ただ、レアリティはあんまり高くしない方がいいので、エキドーナーで。で、暗闇耐性をね、100% にしとくとやりやすい。で、フレンドさんこんな感じです。一応ドラゴンキラーにしてます。で、封印耐性がこれ 100% にならないので、こう武器で2体分は確保するかバッチで補ってあげてください。ただ、バッチ全体にしといた方が、複数の敵が出た時にやりやすい。で、初手は、まあ、バッチ封印でもいいかな。ちょっとね、1回抜けなかった時があったんですよ。2体の時、1体しか。だから一応全体にして安定性は取ってますけど。まあ別にバッチは封印にしてもいいです。で、初手は、真ん中のちびっこいやつが、とりあえず無効貫通を欲しているので、はい、無効貫通を組んでいきます。クルスが、お邪魔をね、火に変えてくれるので、これで、エキドナの無効貫通で、突破していきます。で、2回、ここがちょっと残っちゃったんだよね、1回。で、暗闇はこういうところ 100% にしとくと、まあ、パズルがね、組みやすいんで、おすすめかなと。ああ、こうするとダメか。ああ、やばいやばいやばい。なんか一応いい感じにはなったけど、ちょっと下手くそでしたね。まあ許してください。はい、で3回が、ここら辺で覚醒、まだか。で、この子もね、硬いんで、バルキリーのスキル打っちゃっていいです。これね、光なかったら正直突破できないかもしれない。結構ね、敵がね、硬いんですよ、意外と。だから、あんまり油断してるとやられちゃいますよ。抜けない。まあでも一発で抜けなくても S ランクは取れますね、正直。で、コンボはなるべく伸ばしとかないと平均コンボが下がっちゃうんでね。あんまり1コンボとかそういうのはしない方がいいです。で、ここで覚醒無効が2ターン回復できればいいんで、まあ最低限のランですね。で、ここでね、こいつ攻撃タイプなんですけど、まあまあそこそこに硬いので、下手くそかな？ああ、こうしとこうか。なんでここもしっかり全力でキラーも刺しながら突破していきます。今回火が多いんでね。 OK、 まあキラーも刺さっていい感じ。5回半分ですね。ここはまあまあ言わずもがな、普通に突破していきます。はい、まあこんなもんでいいかな。まあこいつらは別にキラー振る必要はないから。悪魔キラーが出てもそんなに強くないし、なんか溜まっちゃった。6回がこいつですね。こいつもし吸収の相性悪ければ、エキドナ打っちゃっていいかなって思います。今回は別に対してすごい悪いわけじゃないので、まあそのまま行っていきましょう。もしワンパンで抜けなければ、バルキリーのスキルを使って、毒は対処してあげてください。はい。火が結構落ちたな。これはどうかな。あ、いけるか。オッケーオッケー。神キラーが刺さるんでやっぱり強いっすね。7回インディゴかな。インディゴさんは、まあ毒弾きましたけど、まあ弾かなくて全然いいって感じです。ここは L 字で。ほいほいほい。まあ倒せるかな。悪魔タイプなんで木が入れば大丈夫かなとは思いますけど。はい、オッケー。まあ、ここはシャゼルかミトでね、対応してあげましょう。8回。追加攻撃が必要になってきますし、もしエキドナ余ってれば、エキドナ打ってもいいかなと思います。まあ、今回は追加攻撃分あるので、しっかりと追加攻撃も組みながら突破していきましょう。はい。
まあ、ここはなんだ、神とバランスか。オッケー。まあ、バルキリーの神キラが強いですね。で、光が欠損してるんですが、あー、こいつはドラゴンとマシンか。ドラゴンとマシンで、こいつはね、ワンパンじゃ抜けないかもしれないですね。まあ、エキドナがせっかく余ってるので、エキドナ打っていきましょう。ちょっとワンパンじゃ抜けないかもしれませんが、一応やってみます。ちょっとこの子はね、硬いんで、しっかり切らささないと、無理なんでね。まあ、ワンパンで抜けなくても S ランク取るには何の支障もないです。さあ、どうかな、こんなもんで。光は2コンボかな。あー、OK! いけたね。いい感じ。ちょっと光2セットはないときついかな。で、ここは、シャゼルが余ってるんで、シャゼル、まあ、使ってもいいけど、まあ、一応使っていこうか。まあ、木属性。どっちかというと光属性の方が、刺したい感はあるけど。はい、じゃあこれで、ワンパンいけるかな？どうかな？まあ、ちなみにこの子もエキドナ刺さりますと。オッケー、いけましたね。結構余裕あったな。まあ、こんな感じです。で、これでスコアが、一応 S ランクまでのスコア14万点だと思われてます。これで、18万と、まあ、余裕がかなりあるので、別に全部ワンパン突破する必要はないかなと、どっかでもたついても全然ありなんで、まあ、編成難易度多少下げても、まだかなり下げてもいいかなと思います。で、レアリティも上のキャラ入れてあげても別にそんなにスコア14万は超えると思うので、ぜひね、参考にして、一発でね、S ランク取って、まあ、宝石回収して終わりにしてあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。